リータさん、会えてよかった。ピナが見つけてくれたの。お手柄だね。あの、キリトさん、今お暇ですか？もしよかったらお出かけしませんか？ほら、天気もいいですし。はい、最近町の外れに面白い場所を見つけたんです。ごめんなさい、あともう少しなんですけど。ずっと歩いているだけじゃつまんないですよね。ピクニックで来るのにもいいところだと思います。キリタさん大丈夫ですよ。県内だって言ったじゃないですか。この子たちはモンスターじゃありません。クリッターになるのかな。キリタさん、早く座ってください。この子たちすっごく可愛いんですよ。じっと座っていると近寄ってくるんです。そんな急に手を出したらびっくりしちゃいますよ。もっとこんな風にそーっとほら、集まってきましたよ。くすぐったいなあ、もう。
上げてませんよ。最初からこんな感じでした。キリトさん、さっきは助けてくれたっていいのに、見てるばっかりで意地悪です。Thank you.
子みんなでお出かけするのは久しぶりですね。まあいつも薄暗いダンジョンにこもってばかりじゃね。たまには羽を伸ばさないと。さて、最初はどのお店から入ろうか。あ、パパ。あら？みんな一緒にショッピングです。キリトも一緒に来る？え？え？キリトさんが一緒に？それはちょっと本気じゃないでしょうね。悪いなんてことはないわよ。それにキリトがいれば今まで気がつかなかったことに気がつけたりするかもしれないじゃない。思ったことを教えてくれるだけでいいのよ。それだけで十分参考になるわね、シリカ。それはそうかもしれませんけど。まあそんなわけだから、さあキリト、こっちこっち。いいからいいから。はい、黒の剣士1名様、女の園にご案内。そっか、説明してなかったわね。今日のお昼から6時間だけ女性用装備のバザーが行われるのよ。女性プレイヤー全員にメッセージが飛んできてるんじゃないかな。そういうこと。このチャンスを逃すわけにはいかないでしょ。流行の服とか掘り出し物も出るみたいだし、ゲームとはいえおしゃれには気を使わないとね。で、質問だけど、アスナのイメージって何色だと思う？アンケート。いいから気楽な気持ちで答えてよ。ちょっとリズ、なんで私のイメージから聞くのよ。まあまあ、まずは夫婦からってね。何よそれ。どう、キリト、アスナは何色？
そうよ、水着に見えた？下着専門店よ。パンティーとブラジャーのお店。言わなかったっけ？もうリズったら。キリト君もあんまりジロジロ見ないでよ。これが最愛の旦那様のアドバイスで選んだアスナの下着よ。どうかな？あら、好みじゃなかった？それとも照れてる？リズ、キリト君もあんまりからかわないでよ。はいはい、帰るって言い出されても困るしね。まあまあ、そう言わずに。まだアスナに対しての意見しか聞いてないし、次はシリカの聞こうか。あ、私ですか？いいですよ、私は自分で決めますから。ほら、これとかどうでしょう？あんた、結局キリトに意見求めてるじゃない。あ、ごめんなさい。さあさあ、早く買い物しちゃいましょう。いいものはすぐになくなっちゃうんだから。キリトはそこに立っててね。みんなからの質問が来たらちゃんと答えるように。リファちゃんってサイズ大きいよね。ちょっと羨ましいかも。からかわないでください。こんなの邪魔なだけですって。邪魔なだけ、モテるものだけが言えるセリフよね。リズさん、どうして私を見ながら言うんですか？いや、神様は非情だなって思って。そんな慰めいらないです。あ、この下着シノーさんに似合うかも。私？ほら、この肩紐のデザインとか、あとこっちの控えめなフリルとか。でもこれ、ここの部分がちょっと透けてない？あ、本当です。ちょっとエッチでした。だいぶ買い込んじゃったわね。整理してきたアイテムストレージがもう半分も埋まっちゃった。でもお財布は軽くなっちゃった。ちょっと使いすぎちゃったかも。けど、いろいろ収穫がありました。その、キリトさんの貴重な意見もたっぷり聞けたし。私もママに可愛い下着買ってもらっちゃいました。まあ、たまにはこういうのもいいわね。あ？何言ってるの？まだ一軒目じゃない。女の子のお買い物は一日がかりなんだから。
当然でしょ。男性代表として意見をしっかり頼むわよ。あと持ち物いっぱいになった時は荷物係としてもよろしく。さあ次のお店にレッツゴーです。Got a name, miss? Sally? Sally!